何新しいのがある。お、変わってる曲が。はい、こんにちは、はじめしゃちょーです。今日のセカンドチャンネルは、今日ちょっとメインがお休みなんで、ちょっとなあ、まあ迷うとこなんですよね。2015の子たちなので、今年の着馬シャルロットとかもいるので、ここで回すのはちょっとどうかなと思うんですけども、フランちゃんが欲しいんすよ。ボナペティオーララってやりたいんで、カモメもなんか可愛いんで、ちょっと11連だけ1回回します。もうこれで出なかったらもう諦めます。次のガチャのためにちょっとジュエルを貯めなきゃいけないので、導くわよ。11連だけやりましょう。もう本当にこれしかやんないからね。行くぞ。ビルフリートも面白いんですよね。じゃあ行きます。よし、ダウンロード入った。よしよし、あれあれ、ああああ、4体4体、あーやばいやばい、4人は苦しいぞ。俺に関わる、うん、死ぬ。うわっ、うわっ、やばい、荒らすなよ。やったー、うわー、やったー、よし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 、やった。え、待って、おい、ちょっと見せてみろ。やった、フランだ。よだれてた。よっしゃ、よし、あ、もう回しませんよ。もう回さないんですけども、ラクロスやるでござる。うん、やれやれ、ラクロスやれやれ。はい、というわけで一発勝負で11人引いたところ、まさに欲しかったフランが無事出ました。あのね、僕今年マジでなんか運がすごいんですよ。というわけで皆さん、ぜひ着馬、ただ古いキャラなんで待った方がいいなっていう声もあるし、そもそもこのガチャ自体がちょっとんって思ってる人とかもちょっといるみたいなんですけども、僕はまあフランさんが手に入ったのでよかったでございます。じゃあ皆さんもよかったら回してみてください。おやすみ。